ドイツ鉄道407型電車は、アイス系列の一員として製造中のドイツ鉄道の高速鉄道車両である。この車両のメーカーであるシーメンスによって、ベラロディと呼ばれ、これはまた、同社の高速列車のブランドであるベラロが、スペイン、中国、ロシアに次いで4番目に採用された例である。4電源のこの車両は、ドイツとその周囲のフランスやベルギーで使われる予定であり、 2011年12月のダイヤ改正からの使用開始を目指している。2008年11月にシーメンスが8両15編成以上の契約を獲得した。総額は約4.95億ユーロである。クレイフェルト・ウルディンゲン工場での生産は2009年の秋に始まった。2010年度のイノトランスで先頭車1両と中間車2両の実車が初めて、 一般公開された。最初の編成が搬入されるのは2011年10月で、2012年半ばには、全15編成が出揃う予定である。407型は、ドイツと、フランスの高速新船ラインローヌ線やベルギーとの間の国際輸送に供される。フランクフルトとマルセイユとの間の所要時間は6時間半になる。2011年12月のダイヤ改正に、 定期列車に投入される。この車両は2013年末には A2 海峡トンネル経由でロンドンまで運行されることが期待されている。トンネル内の火災対策として特殊な防火扉が装備される。トンネル内の最短列車長375メートルという規定を2編成10連の16両編成と防火基準で満たすことができるとメーカーでは見ている。 メーカーによるとこの電車はガソリン換算で乗客1人 100km あたり0.33リットルを消費するという。この車両1編成は以下の8両から構成される。先代のベラロに対して407型の屋根は先頭車以外は 40cm 高くなり、空調機器やブレーキ抵抗器、終電装置カバーがトンネルビッキアズハを緩和できるよう屋根に内蔵された。 両運転室の後ろはラウンジではなく、信号保安システムの機器室となった。1編成に WC が11箇所を備える。各社には車椅子スペースが2箇所ある。号車番号と座席番号は展示でも表示されている。対乗客用情報モニターが天井に取り付けられている。シートピッチは2等車が 915mm、1等車が 1010mm で、 ある。想定最高速度は、交流河川下で時速 320km、直流区間では時速 220km である。台車の監視、診断システムが導入される。三灯からなる全小島には LED も採用される。主電動機は強制空冷誘導電動機で、水冷イベットインバータで制御される。ありがとうございます。